どうもお元気で。これが大丈夫しないけどね。俺じゃなくて誰か。俺しい。元気でしょ。元気があればこうしてみんなに。どれ。まだ一緒だけ飲めるからね。会長飲んでないですよ。ほとんど飲んでないんだよ。甘酒も取らないで。まあこっちもダメだね。どうも。引退した後、渋谷で12、3年ぐらいダイビングやってまして、でその後に小さなカラオケボックスと、昨年10月17日、横浜の館内のオタクっていう飲み屋街で、女の子10人集めてクラブを開業しました。で、ところが軌道に乗って皆さんに公開しようと思ったら、コロナで吹っ飛びますので、潰れて大変な思いしました。で今、アイドリング中です。また何か考えて。ただ飲食はもうちょっと厳しいんじゃないかなというふうに思って今日はお声かけていただきました。ありがとうございました。会長一番お元気で。自分は伊藤さんとこの世代に入って今もなんとか頑張ってやっております。よろしくお願いします。あ、小林です。近況としては、長女が今年結婚しまして、早く孫の顔を見たくて待ってる状態です。ここの、はい、じゃあ俺ビジュアルです。今年4月に、71歳になりました。たまにこう考えるんですけど、俺の人生なんて良かったのかな、正解だったのかな、失敗だったのかなとよく考えるんですけど、こうやって猪木さんに巡り合えて、そしてこういう素晴らしい仲間たちと巡り合えて、やっぱり俺の人生って幸せだったのかなと思います。本当に皆さんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。高川です。よろしくお願いします。猪木先生のおかげです。よく巡業に行って試合終わった後散歩に連れて行ってくれて、その時は練習勉強いろいろさせてもらいました。練習で絞られて、もう先生以外にこの腕決められたことないです。
だからアゴでも何でも詰められるのが強くて人には決められない弟子になりました。これも全部先生のおかげです。これからもまだまだ頑張ります。どうもありがとうございました。木村健吾です、本当に皆さんと久しぶりにあります。ありがとうございます。今日はまあ、猪木会長のことをご覧にして、これ大変楽しみにしております。本当に猪木会長にはお世話になりました。まあ、区議会議員として活動できているのもやはりプロレスラーとして戦ってこったことが大きな土台になっているんじゃないかなと思っています。またこれからも一生懸命頑張ってまいりますので、また皆さんと共に頑張っていきたいと思いますが、猪木会長、そして草口さんにもこれからも長生きをしていただきたいと思います。どうも本日ありがとうございました。今私、新日本も、48年になりますけど、なんかまだ物のと会社にお世話になって、新日本もさらにですか、50周年を迎えますけど、まあ、その説はね、ぜひ皆さんが来てもらって、すごいなんかイベント、会長はじめ、イベントを企画しますので、よし、あと2年先ですけど、ぜひ、俺生きてるねよ。ぜひ楽しみにしてください。よし、そして私自身ですけど、足腰、ちょっとあちこち悪いですけど、まあ、自分なりには、運動して、治療して、まあ、どうにか頑張ってます。まあ、会長よりなおさら元気になろうと頑張ってます。本日はありがとうございました。よし。去年ちょうど、九州大学の渡辺俊之先生が水プラズマという世界中のゴミをきれいにする、あるいは今の東電の問題を、放射能を消すことはできないけど、それをこう分離することもできない、まあ、そういうのですね、やっと最後にそういうものに出会えたなということで、それももう去年、銀行を辞めて、どうしようかなと思ったときに、今はこういうものに出会えてですね、自分なりの中で燃えてます。それで、多分今年、コロナで止まっちゃってるんで、なんだけど、まあ、準備を万端に動いてますけど、フィリピンでまず、猪木ラボという、研究所が、研究所のものができてますから、それで、バッキャオというボクサーというので、彼がね、今なかなか、理解、最初のアルバムも難しかったけど、理解してみて、フィリピンに強く投げてやろうという、それともう一つは日本から今後発信できるもの、まあ、経済もこんなのあったし、オリンピックはどうなのか分かりません、まあ、その中で次の時代に、世界に向けて、世界中のゴミの山っていうのは、見たことないかもしれない、フィリピンにあるスモークマウンテン。何十年前にフィリピンの人が見たときに、なんだよこれは。でもそれは法律的に燃やしていけないんで、それを捨て場を別に考えていない。もっと言えば、アマゾンのイベントやったときに、まあこれもすごい、これも処理できたり、でこのプラズマでやると一瞬でそれがちょっと消えてしまう、何にも残らない。まあ、コロナがちょっと終われば、一気に動き出してね、世界に向けて、バカだーってね、ガナレットになります。で、その事業は大きい小さいじゃなくて、何をやりたかったかなということにですね、出会えて、燃えてる最中でね。で、普通だったら、やっぱり元気がなくなって、これでもう年取って、老人ホームも、ね、でも、そうじゃなくて、新たに自分を燃やす。チャンスができたんで、ね、また一回 YouTube の時にも出てるから、水プラズマっていうね、あれで見てもらうと分かります。なんか大きいこととか小さいことじゃなくて、それぞれが自分にこう思ったこと、できること、そういうことをこうチャレンジできるっていう、ね、同世代のあるいは先輩たちに向けてですね、今後、どうやってやっぱり人生を向けようかというふうにメッセージを含めて送っていきたいと思います。まあ、一回チェックしてもらって、ということで今日はね、久しぶりにこうやって会えて本当に嬉しいというかね、
俺自身もまた新たな夢を増やして頑張ろうと思います。まあそれぞれの事業はねしょうがないんで、ただこうやって会えることが大変嬉しいんですけど、また機会があればなかなかこう聞きだけで終わってしまうので、またやりましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。アントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。